皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もバイオハザード RE3 遊んでいきましょう。さあ前回はクロノスが入手したワクチンによってなんとか復活を出したジル。ただね、目を覚ました時クロノスの姿はありませんでした。今日はまず追う形になるのかな。病院探索して追っていこう。よし。さあ弾薬とバーストモデル、これ何？え、ここで？なんか手紙とかないの？バーストモデル。多分、あ、だよね。3点バースト。これどっちがいいんだろう。3点バーストか通常か。どっちかっていうとこっちなのかな。じゃあ、しばし待たれよ。アイテム整理。まずそうね、ハンドガン。これを置いて、で、これをここにして、回復。これ置いとこうかな。で、マインスローダン。一応持っていく。ハンターいるかもしんないからね。で、4マス。4マス空きならどうかな？大丈夫かな？マインスローダンどうしようかな。これ微妙なところ。一応じゃあ置きでいこうか。グレポン5発。さあ、これでセーブかけて、で、出発。そう、3点バースト。なんかね、もともとは新米兵士用のカスタムなのかな。新米兵士はね、むやみやたらに銃を撃ってしまって、で、まあその結果、弾丸を消費するってことが多かったらしいんですね。なので、まあその対策として、ずっとトリガー引いてもフロートにはなりませんよっていう、そういう調整。まあただその分3発出るんでね、ちゃんとこうエイムができてれば大きいよっていう。当てれば大きい。そういう機構。で、これ装備する。目覚めたか。助けてくれたのね。いや、俺じゃない。カルロスが助けた。あんたをここまで運んで直した。大したやつだ。彼はどこ？地下施設だ。そこに町を救えるワクチンが備蓄されてる。一人で行くなんて無茶すぎる。私も行くわ。待て、放送を見ただろ。この町は爆破されちまう。俺はそれを阻止するためにあらゆる手を尽くしてる。やつに任せろ。彼はプロなんだ。私もよ。何を言っても聞きそうにないな。アンブレラの地下施設はこの病院の地下にある。カルロスからも連絡が途絶えた。用心するんだぞ。地下施設どんどん下っていく。まあでも地下だったら爆撃にも耐えられそうな気がしないでもない。でですね、ここになんかある木箱。よし。で、ハーブ。ハーブか。待ってね、これショートカットに登録して、ハーブ。今んとこそうね、ハーブ。これはぶっちゃけ求めてないかな。とりあえず置きでいく。さて、で、この先。こっちも、なんかある。他になんかあるっぽいぞ。なんだろう。ちょい待ってな。こっち。いや、ここじゃないかな。ここではなくて、そっち？あ、ここね。こっちだ。木箱。前なかったの？誰が置いたんだ？さあ、ガンパウダー。あと問題やっぱゾンビかな。生きてる、生きゾンビがどっかにいるんじゃなかろうか。あ、で、そう、こっちね。多分こっちが先でしょ？地下施設。で、その前にこっち。カルロスが報復できなかったあの通路。あれも気になる。怖い、ここ。なんかリセットされてそうな気がするんだよね。まあでもデイミアに比べたらマシか。あれすごかったもんな。何もしてないのに弾薬が勝手に減るっていうね。で、勝手にダメージ食らうっていう。ロープウェイ乗っただけで。あれはすごいわ。他に類を見ない。で、まずこっち。錠前1個。で、これ。これがマグナム弾。これですね。マグナムの弾。マグナム用の44口径マグナム弾。自動拳銃の中では最高の威力を持つ弾薬。この44口径、確かにぴったり44じゃないんだよな。0.44 インチ。実際にちょっとちっちゃかった気がする。0.43 インチぐらいかな。ここでマグナム弾ということは、マグナム登場近いのか。
ああ、となるとそれなのかな。ほいで、こっから、こういって、中庭、そう。待ってね。と、正面。ここもなんかある。ただ怖えな。敵いない？もうほぼほぼすっからかんな。あ、びっくりした、びっくりした。ああ、策略があるんだ。これもニコライ。ああ、ニコちゃんね。確かに。存在しません。すっかり忘れていた。ニコちゃんか。あいつならば、やりかねない。さあ次、こっち行って、ここの右に、城前。ただここ怖い。おお、びっくりした。ああ、待て待て、反対反対来た。さて、一旦蓋をして、どうしようかな。マインスロア、グレポンで、あれ、マインスロア、あ、置いちゃった。まあいいか。じゃあ、あれ？お、いたいたいた。いやー、そっち行くの？さらにもう一発。多分、焼夷弾これあんま効かないんか。お背中。それすかす？よし。グレポンがそんなに強くない。ミスったな。マインスロー持ってくるべきだった。さあ、6ピック。この構造の鍵、これ何個あるん？で、ここで、炸裂。よし。どっちかっていうと、こっちかな。炸裂にして。で、こっから、こっち。そうね、焼夷弾使うんだったら、ハンターガンマの方か。こっから上行ける。あと、そっち行けるんだけど、ちょっと見とこうかな。敵ない？そう、そこなんだよね。そこに行けない。あ、あとそこもある。となると上のあれか。あの、ほふくのところ。あれ通ってっていう感じかな。上行こう。ここ怖いな。今日ね、4月6日の今、夜中の2時半。もうちょいで FF7 か。あれもせっかくなんで、やろうかね。動画にしようかね。他になんか目星タイトル最近ないもんね。これも割とあっさり終わってしまいそうだし。ここちょっと怖いんで、まったり行って。あ、で、そう、屋上はなんかね、ハンターいそうと思ったんだよな。いないんだな。となると帰りかな。アイテム、なし。さて、で、こっから、こっからでござる。まず、こっち向く。で、まずセーブ。これかけてこっちかな。異曲。敵ない？ここ怖いな。大丈夫？油断するとまずいもんね。さて、で、ここでですね。組み合わせるか。よし。硫酸弾。とりあえず預ける。硫酸ってこれ誰に効くんだろう。これがハンターかな。どっちかっていうと。じゃあ、そうね。硫酸持っとこう。で、焼夷弾。一旦アウト。で、マグナム弾。これもとりあえず預けて。回復。回復はいいかな。で、ガンパウダー。これがとにかく多い。で、その代わり強化火薬。あれが全然ない。じゃあ、これでセーブ。いや、このセーブが何回でもできるってこれいいな。非常に安心できる。さて、で、お次。まず、硫酸にチェンジ。ここはこれいるだろう。絶対だろう。だって、ほら、ライトつけたもん。城前。いるんだろう？出てこいよ。来いよ、ベネット。武器なんか捨てて。ほら、
音がする。どこにいんの？ゾンビかよ、びっくりした。一緒にいた。見えんかった。くっそ、こしゃくな。あ、ただこっちあれがないんだ、ドットサイドがない。で、さらにこれ一発撃ち、これもできるわ。あ、これ便利ね。そう、ただ生きてんだよな。2匹とも生きてるという、クソってんな。どこに行く？これで行った？よし。どこっち？今のびっくりした。多分ここら辺から起き上がったのか。で、まあ、プラスハンターという洗礼がありそう。あ、待って、右の人。うわ、行った。あ、どこ、こいつ？よし。行ったかな？いや、まだ行ってない。よし、これで行った。と、こいつ、これがちょっと心配だったけど死んでる。よし。さあ、さらにロックピックで解除して、何かな？ショットシル12発。これうめえ。めちゃくちゃうめえ。合計26発。ただまあ、ハンター戦で使うのかな。でね、こっからナースセンター、病室、リネン室と治療室。ここになんかまだまだあんだよな。どういう順路で行こう。まずそうね、パーッといって、でこっちかな。どっちかっていうと、これ裏いけないもんね。そう、まずこっちで左いける。こっから左ちょっと見とこうか。私なら通れそう。あー、でこっからやっぱ下ね。こういけんのか。先に下行くかどうするか問題。行っとこうか。で、また来よう。また登ろう。さあ、ここで。おそらくマグナム。ですよね。よーし。エルホーク。これ、デザートイーグル50円いい。あれよりちょっとちっちゃいんだ。40だもんね。で、さらに1マス。これはマジで嬉しい。と。あ、で、こっからね。なるほどね。アイテムじゃない。こう戻っていける。で、こう入り、で、再び、まっすぐかな。直進して2階だったよね。そうそうそう。マグナムか。これ誰に使おう。ハンターもそこそこいいと思うんだよな。で、屋上。ここは意外と平和なんだな。さて、で、再び来ました。ディーグルじゃないや。エルホーク。これ預けようかな。いや、でもどうしよう。持ってた方がいいのか。どのタイミングで使うか。これ合計16発。ただ、焼夷弾。これもめっちゃいっぱいある。一旦じゃあ預けかな。と、グリーンハーブ。これ1個持って。持ってと思ったけど、レッドハーブ。これもある。じゃあ、調合かな。さて、混ぜ混ぜタイム。こうして。マグナム難しいな。16発。撃たないと持ち腐れになる。さあ、こっち。でも FF7、いつ完結するんだろうね。あと、おそらく出してる途中でプレステ5普通に出るし。なんで、1作目のプレステ5版っていうのも出るんじゃない？と思う。ああ、ここも怖いね。さあ、とりあえず確認しながら行きます。こいつも死んでる。
で、そこの人、あいつも死んでるということでしょう。やったもんな。倒した記憶がある。あ、で、ここの、あれ、こいつも殺したよね。なんだけど、あ、死んでるね。あ、で、こいつか。生きてるとしたら、あれ、死んでる。よし。さあ、強化火薬。で、これでここ終わり。ここも、あ、これ開くんだ。これ開けて、で、まっすぐ行って、ここら辺がちょい怖い。これも大丈夫。ここの通路な。そう。で、ハンターやったでしょ？こっからパリン来る？ここの曲がり角、これ怖いな。あ、これも大丈夫。割と平和ね。あ、で、ここ。これ、あ、でもこれも全身でな。リネイス。じゃあこのアイテム回収。残り2部屋のみ。リネイスと治療室。ここはまあサクッと終わらせて、先行こうか。さあ、これ何かな。ロックピック。これまだ使う？これもマグナム弾。なに、そんな使えと。ロックピックはまだ使う。もうないね。で、最後に、こっち。これいって終わりかな。グレポの弾めっちゃいっぱいあるんだけど。さらに作薬へ。あ、で終わったわ。これで終わり。あ、そう。なんか、拍子抜けね。ここも敵いませんね。じゃあ、ここからパーッとこって、帰ろうか。あの、屋上が怖い。なんか不穏で怖い。さて、帰ってきました。今なんか、グエーって言ってた。気のせい？おーし。で、こう戻って。そこ、あー、待って、ここで？いや、ミスった。くそ。グレポン。よし、硫酸だ。あ、これが効くんだ。あ、これ一発ね。よーし。マジか。これ完全に油断していた。ショットシェル一発ミスったな。大丈夫。で、ここでまずセーブかな。やっぱり。お前、ちゃんとこれ守っとけよ。どっから来たんだろう。さっきの。さて、で、アイテム整理。まず弾薬、預けて、ちょっと待ってね。作薬、これも預けて、で、ガンパウダー。これ、こうする。20の5、こうなんだな。分割される。となるとそうね、ここでマグナムかな。一旦、預けて、ナイフ、これも預けて、ここでマグナムを召喚する。これがいっぱいある。よし。合計20発。やっぱね、これ撃った方がいいわ。ケーキ漬けに。で、こんなもんかな。回復搭載して、レッドハーブ、作薬。うん、特に問題ないかな。じゃあ、これでいこうか。グレポン一旦アウト。で、左、ここに。あ、そうか。ナイフ。これだったらナイフ持っていけるんだけど、どうしようかな。1マス開けるかどうするか。ナイフ、じゃあ持ってっか。ナイフ。わしのナイフちゃんを、よし。さあ、これでセーブして先行こう。地下施設。いいね。ときめきますね。ロマンだ。地下施設。最後に会話いいの？お前、本当にこれ仕事してんの？これ。ずーっとなんか、まったりカタカタやってんだけど、何してんだろう。さあ、ここ。これ敵大丈夫ね。こっち。あ、で、これでキーピックもしかしてゴミかな？どうかな？あ、ですね。よし。なんとなくそんな感じした。さあ、行こうか。秘密の地下施設。
病院関係者も来たことがないと。トロフィー、反防犯活動、多分キーピック関連。あとここで箱開けて弾薬7発。あの弾薬数ってさ、あれ変動してんのかな、もしかして。エグジット出口まだ稼働してんだ。おやおや、やのや、ここはなんだい。ここ超敵でそう。ここが近いの入り口ね。これ作薬、これちっちゃいんだな。ハンドクリーム並みのちっちゃさ。他はなし。ちょっと見ていこうか。まったり。アンブレラ。すげえ車。明らかになんかね、病院系の車じゃない。さあ、これか。エレベーター。これ2のあれか、もしかして。レオンの。タイラントの。どっち？そっち。まさか病院の地下にこんな施設があったなんて。めちゃくちゃ広いな。でここもなんかある。どっかにある。あ、これかな、ハーブ。誰ここにハーブ置いた人。もうない。これですね。うわ、これすげえ敵でそう。これがなんか降りてくるまであれとかっていう話じゃないの。いいの、行っちゃうよ。この広さね、すごい怪しかったんだけど、意外となんでもない。あ、でこれギュッてなのすごい遅いわ。ほらこれ困るな。当てられるか。で、ここでセーブがある。と、サイドバック、よーし。これならばグレポン持っていけないこともない。あとドキュメント、エレベーター使用時の注意。注意、コントロールルームで同時に複数の操作を行うと、メイン電源に過剰な負荷がかかり、ヒューズ切れや故障につながります。エレベーター稼働中に不具合が起きた場合は、倉庫内にあるサブ電源のヒューズを代用し、速やかにメイン電源を再起動させてください。エレベーター稼働中に不具合が起きる。まあその前提だよね。で、倉庫内サブ電源のヒューズ。まあとりあえず行きなさいと。進みなさいと。で、赤ハーブ。取り出して、混ぜて、しまって、作薬 A と B。焼夷弾。でも焼夷弾いっぱい持ってんだよな。二つで炸裂弾。で、B は二つで硫酸弾。じゃあ、二つ揃えかな。で、グレポンどうするか。マグナムどうするか。これ難しいところ。じゃあ、グレポン一旦持って、で、弾薬をですね。焼夷弾。こういう感じかな。で、まあショットシェルもね、バンバン使っていこう。よし。となると、まあナイフいらないかなって話になってくんだよな。ナイフいらないか。ナイフ。よし、さらば。で、ディーグルじゃない。エルフォーク、これを左にして、これ下にする。よし。じゃあ、これでもうちょい行こうか。よしと。さあ、どっち行く？今、ここに行って、リフトね。多分ここでそのうち戦うんだろうな。広いしね。こっち。これいける。あとこっち。これはいけない。なんだこれ。ロック中。あ、そう。まず焼夷弾。弾多い方。いやーでも、あ、そこに、あれがいる、ニコちゃん。これどっちかっていうと硫酸？降りろと。
いや、なんかどうやってずっと待ってんだけど、なんか考え事してない？寝てんのかあいつ。よし、策略。まだこれ策略あるということはこれ使うんだろう、多分。策略 A。くそ、もう、ここに置いとけ。だったら。で、よし、炸裂弾。これ作って、預ける。結構あんな。マインスロー弾。これもある。行こうか。やってやろうじゃないの。え、はい？これ話さないの？これ。マジか、なんか声がさ、聞こえてくるかと思ったら、話さないの？これは拍子抜け。で、こっから上行ける。これ起動しない。となると、こっち？待ってね。そう、ナイフ持ってないと、これがね、ちょっと、もったいないんだけども、まあいいや。このリフトだとそっち。これが戻り、あ、戻りなんだけど、こうなってんだ。なるほどね。行こうか、2個部屋に。ここまで食らいついてきたことには敬意を要する。ここで。残念ながらゲームはもう終わりだ。終わらせないわよ。さて、ヒューズを集める。これでこっかな。おい、なんか来たろ、ほら。あ、こいつはなんだっけ、あの、2にいた人。確かこいつ再生するんだよな。なので、マグナム。よし、2発、どうだ。いた？よし、いったね。そう、あの、瞬発火力、こいつ大事なんだよな。チンタラしてると倒せないっていう。まあ、それか逃げてもいいけどね。よし。なんだっけ？名前。ペイルヘッド？と、そこにボックス2つ。あと、ヒューズ。よし。これ3つ取るということは圧迫すんな。弾薬。まあでも持っていけんね。で、食らったら回復しよう。あとショットガンか。ここもな、これ迷路よ。まずこっち、これは個室になってる。じゃあこっちかな。弾薬。ここでハンドガン弾薬。これはちょっとありがた迷惑。で、そこに二つ目なんだけど、あ、わ、ワンチャン、ワンチャン来た、ワンチャン来た。ワンタロー来た。よし。いた、いた、いた、よし、いたね。ここでワンチャン来んのか。探索しながらなんだよね、そう、こっちは。びっくりした、びっくりした。どこどこどこ。え、これなんかさ、どっかんどっかしすぎじゃない？そんななる？左大丈夫？この、あ、でもこいつ反応がねえか。よし。さあ、いっぱい弾使って、経済回そう。行き止まり？いえ、待って。そこね。アイテムなし。あれ、そこにハーバル。と、人形ある。まず赤ハーブ。これもらって。こいつぶっ壊し。ハーブなぁ。これがね、緑あれば嬉しいんだけど。これ動く？動くね。あと上行ける。あ、これ動かすとまずいんか。そっち、そこにまた弾薬。
ここにどうあった？ん？え、ここ何？こうなって、あ、で、これでタムロックね。なるほどね。こいつか。まだ行ってない。左？大丈夫？大丈夫？これで行ったかな。あと、そこの方、こいつ多分行った、あ、行ってるわ。よし。ショットが思ったより強いな。これでタムロック解除して、あと待って、メモね。作業員のメモ。9月12日、N2A、45男、32女。廃棄、60男、89女。9月15日、N2A、55女、19男、51女。廃棄、76女。返却、8女、未完成。9月22日、N2A、25男、22男。15男、16女、21女、29女。廃棄、男6体、女9体。ここ数日増加傾向、廃棄ラインを30に引き下げ。9月24日、夜間搬出を看護師に見られた。近いの検体受け入れは1に中止。この数字、これ年齢ね。で、この、返却8女、未完成。これちょっと気になるね。もしかして誰かキーパーソンだったり。で、やっぱり人体実験か。繋がってる。よし。で、さらにショットしてる。弾薬に関してはすごいいっぱいある。で、こっからさらにこう開通して、ヒューズ残り2個。で、プラス、セーブができる。よーし。じゃあそうですね。すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして、で、次回、このヒューズ集めから再開していきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと、ツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回、バイオハザード RE3 でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。